ルイーズ・ペニーはカナダの推理作家。作家に転向する前はカナダ放送協会でラジオ記者をしていた。ケベック州の小さな村、スリー・パインズ村のガマシケー部を主人公とした作品群で2007年から2010年にかけてアガサ賞長編賞を4年連続で受賞したほか、複数のミステリーの賞を受賞、またはノミネートされている。 作品は23カ国語に翻訳されている。1958年、トロントに生まれる。フィクション、ノンフィクション問わず、何でも読む。読書家で、特にミステリーを好んでいた母親の影響で、ルイーズ自身も、アガサクリシティ、ジョルジュ・シムノン、ドロシーエル・セイアズ、マイクル・イネスなどを読んで育った。1979年、 ライアソン工芸専門学校でラジオテレビの学士を取得。卒業後、約18年間ラジオの司会者やジャーナリストとしてカナダ放送協会に勤めた。勤め始めた当時は友人や家族と離れた地での仕事で感じていた寂しさや孤独感から逃げるように次第にアルコールに走っていくが、35歳の時にアルコール依存であると自覚してからは禁止を続けている。 その後まもなく、ブラインドデートで、後の夫となるモントリオールの血液学者のマイケル・ホワイト・ヘッドと出会った。結婚後、CBC を退職し作家に転向する。当初は歴史小説を書いていたが書き上げることができず、ジャンルをミステリーに変更した。諸女作、スリー・パインズ村の不思議な事件は、 英国推理作家協会のデビューダガー賞は800作のエントリーの中から惜しくも第2位になったが、ニューブラッドダガー賞、アーサー・エイリス賞のほか、アメリカのディリス賞、アンソニー賞、バリー賞などを受賞した。これまでに出版された6作で、主だったミステリーの賞に次々とノミネートされ、ほとんどの作品で受賞を果たしている。ケベック州警察殺人家のガマシケーブンが登場する。 作品群は、ケベック州を舞台としているが、不可解な理由での殺人、牧歌的な田中の風景、容疑者の多さ、レッドヘリング、ラスト数ページでのドラマティックな解決など、クリスティのような、イギリス風のフーダニットになっている。2009年には、カナダの推理作家を奨励する新しい賞、ザ・アン・ハンド、アーサー・フォー・ベスト・アン・パブリッシュとファーストノベルの立ち上げに、協力した。 現在は、モントリオール南部のノールトン村に、夫と暮らしている。ありがとうございます。